平本蓮 VS ヤーマン、ライジン MMA ルールフェザー級66キロ契約。今日のメインイベント大将戦です。これを見つめるのが平本蓮。一気にこうやって詰めちゃうから、そこで中田いけないと。変なし、あいつのおかげで MMA 始めたみたいなもんなんですよ。 K1 抜けて、本当にそのタイミングに朝倉未来が現れて、こんなやつを待ってたというか、こんな面白い選手を待ってた、こんな風に盛り上がってきたのはマジで朝倉未来のおかげだなって本当思うんで、もう多分煽り合いももういいなと思ったんで、絶対に朝倉未来と試合したいです。だからこの試合絶対に勝たないといけないんで、朝倉未来の敵討ちとかじゃないです。本当ここ勝って来年おのずとあいつの試合も 見えてくると思うんで、絶対俺の方が覚悟の違いがあるんで絶対勝ちます。応援お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。 K1 やめて2年間ぐらい試合できなくて、 K1 で契約で、まあ今思ったら超くだらないですけどね、まあ、いわゆるニートじゃないですか。朝倉兄弟っていうのが出現して、八千倒して堀口倒してすごいなこいつなと思って、 YouTuber で格闘家でみたいでいなかったじゃないですか。セルフビジネスであんだけ成功するっていうのいなかったから、いや面白いなと思って、勉強するところがたくさんあると思って、覚悟を決めてやっていかないと一生これ変わんないな人生と思って、そんな中でキックボクサーだったんですけど、総合格闘技で一番強くなったら世界最強だなってこうふと思って、そっからもう総合始めようって思って、その日にある日決意して、よし朝倉未来に喧嘩売ろうと思って、俺が一番朝倉未来の名前を利用してやろうと思ってで喧嘩売って、したら大炎上して今に至るというか。なるほどね、はい。中に今誘ってストレート負けましたけど負けてないです。涙が見えます。その中で自分の中で格闘、総合格闘技を本当に好きになっていくっていうのは、踊りたくないし当たり前、総合が一番俺面白い競技だなって思うんで、いい世界に入ってきたなっていう きっかけをまあくれたのは、まあ正直朝倉未来だなってふと考えて思ったんですよ。真ん中入ってんぞ、真ん中入ってんぞ、お詫びするわけないでしょう。これからは平本蓮の試合です。自分でこう話題を作ってって、でドミネーター選手とかに、まあ、勝利して、もう少しでこう勝負がつかめるかもってところで、まあ、斉藤選手にスプリットで負けてしまったりとかして、そしてワンツー左ストレート押し返すとバックダウン、テイクダウン、起き上がった平本、キャッチアスリア赤タイトル、元ライジンフェザー級王者、どんだけこうやってもなんでこんな逃してしまうんだろうっていうので、もう本当今年の夏腐ってたというか、本当うつ病みたいに、ね、今はもう笑い話ですけど本当元気なくて、まあ、そんな中朝倉未来がこうね、キックルーラーとしてもヤーマンにね、ああいう結果になって、すごい自分の中で悲しくなってしまったというか、結構やっぱなんだショックだったのかなっていうのはあるんですよ。その自分がこうやって目の前でみんなの前でぶっ倒してやりやがったなっていう、ルールはキックボクシング総合格闘技あれど、さあバカだなあいつ。いやそんなのヤーマンのお箱っすから、ね、そりゃそうだろう。なんかこうわしゃわしゃしちゃって変な感情になってて、ここでこう終わってほしくないなってシンプルに思ったんで、まあ、また頑張りましょうよみたいな感じではメッセージ送ったんですけど、送ったの、はい、いや舐めてたっすよ、それだけっすか。でヤーマンなんか因縁なかったっすけど、平本バーカとか言ってて、平本バーカお前ほんといつかぶっ飛ばすかんな。普通に決めからぶっ飛ばしたいだけっすね。試合後のインタビューもこう本当小物だなというか、
今回俺の代表土俵でやったんで、なんか自分がね勝ってごめんなさいみたいなムーブだったじゃないですか。あいつごめんなさいじゃねえよバーガー、ありがとうだろって話じゃないですか。今日で多分俺の時代になると思うんで、平本の時代じゃないです。クラス1の子にいきなり告白されて、みたいな、わかります、一生そういうやつです。ではお前じゃ背負えねえよっていう感じです。俺しかいねえよ。この中で蹴れなきゃダメよ。どうも、タグチビアのヤーマンです。自分が勝ったからみくるさんの全てを背負うかって言われたら、それは見てる人が決めることなんで、自分は自分のストーリーをただ遂行していくだけなんで。底辺からここまで来ました。ずっと狙ってましたね。あれでしか倒せないと思ってたんで。こうやって詰めちゃう。詰めちゃう。詰めちゃう。みくるさんは左の前手を外から触ると右のフックを返してくる癖があるんですよ。こう一回こう外から前手触って、相手のフックと自分のストレートを同時に当てるっていう、ドンピシャでしたね。というかもう最近の試合は全部もう全部ドンピシャっすね。作戦通りにしか試合やんないんで自分は。フルスイング、フルスイング、やばい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 やだって、その、まあ、確かに相手の方が始めたのは早いかもしれないですけど、トライブってやっぱグラップリング強い選手が多いんで、やっぱその選手たちの中で揉まれてやったら別に何も怖くない。斉藤戦が終わってから腐って遊びほうけてる間に俺はずっとやってたんで、だからそこの差っていうのは梅だと思ってますよね。レフリーが止めました。ヤーマンの TKO 勝ちです。お前本当リングでやれてよかったな。街中だったらぶっ飛ばそうと思ってたんだ。ヤクザごっこやってんじゃねえよ、格闘家だろ。子供たちに影響悪いからやめろ。いや、お前のが影響悪いだろ。お前が SNS やってることのが影響悪いから。あったあった、わかって。まあね、こいつね、わかって。めちゃめちゃ止まってますよ本当に。個人的にこうダイレクトメッセージもやり取りしてて、そこでもめちゃめちゃ喧嘩してたんで、よお前顔面砂利がよとか、お前朝倉未来に勝っても平本蓮に勝ってもスターになれねえんだよお前はとか、もうただの悪口っすよ。もう散々もう多分もう何十通送ったんだろうな、文章と音声と。誰もいなかったらあの場でやってたっすね。さあフェイス2フェイスです。やばい、怒ってるどころじゃないっすよね。あいつが俺に仕掛けてきたトラッシュトーク、マサトに謝れって、お前なんやねんって話じゃないですか。お前昨日までマサトさんの悪口とか言ってただろ。今ここでマサトさんに謝れよ。関係ないだろお前。謝るよじゃあ。マサトさんごめんなさい、すいませんでした。俺も悪口にすいませんでした。その自分の周りに対する侮辱っていうのは本当に許せなくて、特に自分の一番尊敬してる人を侮辱したことについては吹っ飛ばしても許せねえなって感じなんで、だから試合で終わんねえとって感じです。ノーサイドとかマジでねえよって感じです。本当にあいつは殴って黙らせないと頑張んないですよ。自分がずっとバカにしてきたヤーマンとやることになって、それで負けたらあいつは全て失うんじゃないですか。もう喧嘩、これはガチなんで失神させますよ。
失神するところを期待してほしいです。試合見たら全部分かると思います。今日の公開練習見てふざけてんなと思ったんですけど、 MMA 舐めてるんで、俺のこの格闘技に対しての熱意は舐めんじゃねえよって話で、四六時中ずっと格闘技のことしか考えてないですから、まあそれが楽しいから。僕も来年大晦日から MMA デビューで、あの負けっぷりがあったからこそ MMA を好きになる、じゃないとこんな打ち込んでやらなかったと思って、大恥を食らって、でもやっぱ俺あそこって人生最高の瞬間だったなってめっちゃ思うんですよ、やっぱ今になって。で今度は大晦日のキックボクサーをこう MMA ファイターとして迎え撃つっていうドラマに自分に勝手になんか感動してる部分もあったりとか、雷神のあの大晦日の MMA の凄さを見せたいなっていうのは自分で思うんですね。俺があえて見せたいなって、俺はもう MMA ファイターなんで、やっぱみんな一度は人生で一回やった方がいいですね。マサトにも言いますよ。お願いします。でこっちです。お願いします。ありがとうございます。平本対ヤーマンがめちゃくちゃ楽しみです。予想はもう蓮くん 100% で、頑張ってください。マジで平本蓮頑張って。世間的に見たらあいつが今回はヒーローじゃないですか。全然自分はヒールでいいっすよ。試合当日は平本キッズからのブーイングを期待してます。朝倉未来とやって一区切りつけたい部分があるんで、3年やったからこそちゃんと理解できて、どん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 こう技術が上がる部分があるんで、ヤーマンに舐めんなよってとこ見せたいっす。まあ、とりあえず失神させます。